えー、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はジャズは理論か情熱かということでですね。で、よくコメントでよくあるんですね。ジャズっていうのは、その理論じゃなくてもっとこの熱いものなんじゃないかな。で、僕最近すごくこう質問があるので、えー、ブルージャイアントをですね、まあ前から読んでたんですけど、もう一回清見したんですけど、あのー、こういう、そのブルージャイアントとかでも出てくるようなお話なんですけど、 結局は、まあ、どちらもいるっていう風なのが僕は結論だと思うんですけど、よくその、なんていうんですかね、僕がこう演奏にしてて、こうやって考えて、こうやって考えて、こういうことができるってなると、まあ、書き込みとかに書いていただけるんですけど、こう、そういう、こう、頭で考えてることじゃなくて、要はいかにエモーションがあるかだけじゃないのじゃぞみたいなことを書いていただけるんですけど、やっぱりでもエモーションだけだと、やっぱりなんか僕はもう一つだと思うんですね。例えばその、作家、 選手だと。僕はサッカー蹴、ボールを蹴るのはもうとにかく情熱をかけてます。ボールの速度はすごいです。パーンに蹴るんだけど。だけどこう、誰かがゴールにいると打てないからみたいな。で、ルールも僕は守らないみたいな。ね、こう、ジャズはルールがいっぱいあるんで、その僕はルールは守らない。僕はとにかく早く打てるんで、 ってやってると、まあ、早くボールを蹴ってるところを見てると、おおってなるんですけど、まあ、結局長く続かすね。2曲、2回やっても3回でもだんだん慣れてくるんで、で、で先は何よみたいな。まあ、結局、その、そういうところの情熱をいかに、こう、チームワークと組んで、えー、いかにルールを守りながら自由にやるかっていうところが一番大事だと思うので、そこら辺のお話をしていきたいと思います。まずはですね、 歴史的にはソロは、まあ、最初は感覚だったと思うんですね。なので、まあ、譜面とか読めない方もすごく昔は見えたわけですから、えー、まあ、南北戦争の後の、えー、楽器、売り下ろしされたものを使ってみんな演奏してるので、まあ、もちろん、その、あんまりこう、音楽的な教育を受けられてない方も多いので、そういうところから始まったものなので、最初は感覚でやってたと思うんですね。ただ、ビバップっていうのが出てきてきて、急速にハーモニーに対しての考え方がこう発展していくわけですよ。 これが、まあ、いわゆるモダンジャズっていうところのスタートになるんですが。で、フリージャズっていうのが、まあ、対等きた時代背景っていうのがあって、フリージャズっていうのが、またその、またちょっと回帰的な、まあ、まあ、戻っていくみたいなところがあって、で、まあ、リ情熱どちらが大事っていう話なんですが、まあ、さっき結論言っちゃいましたけど、まあ、どっちも大事なんじゃないかな。で、ブルージャイアントの、まあ、漫画ですね。非常に面白いので、えー、ぜひ読んでいただきたいなと思う。このブルージャイアントシリーズを作ろうかなと思って。前から読んでいくと、 結構ね、こう,う、うまく作られてて、わからないなりにも読んでたら面白いように作られてるんですけど、わかったらさらに面白いだろうなと思うところをちょっとずつ解説していきたいなと思います。はい。歴史的にソロは最初は感覚ということでですね。 ブルースとかをやってるんですが、最初は曲を通して使える音っていうのがあって、まあ、要はブルーの音って言われる音があって、それを使いながら黒人らしいこうフレーバーを使いながら、で、経験値で多分、ここはこういう音が使える、ここはこういう音が使えるみたいな感じで、こういう色々やってたと思うんですね。だから、どちらかというと他人と違うことやるのは、まあ、音色とか、高い音を弾くとか、早弾きとかで、大すげーっていう風になってたと思うんですよ。ところが、 それだと芸術性としてはもう一つじゃないっていうことでビバップっていうこうチャーリーパーカーっていう人がやり始めるんですけどこうハーモニーに対してこうここのハーモニーここのハーモニーに対してこう音楽の西洋音楽の理論をいろいろ拝借して新しい音遣いをどん,どんどん開発していったわけですねこうも使えるこうも使えるこうも使えるみたいな感じでいろいろいろやり始めたわけですね ハムに対して違うコードを分割するという、一つのコードに対して、これちょっとまだ難しいんで、また別の機会に説明しますけど、一つのコードに対して二つのコードに割り振って、要は、こう、違う形でこう考えてですね、で、こう、いろんな使える音をこう変えていったりとか、もうコード自体はもう全然外れてるんだけど、 後ろに着地するタイミングをずらしてみたりするっていう、ディレイドリゾルブっていうのがあるんですけど、こういう着地するタイミングをずらしてみたりするっていうことをやって、どん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 モダンジャズの音遣いのやり方がすごい発展していくわけなんですね。ただこう、ビバップの時代からこう、ハードバップに来た時とか、例えばクリフォード・ブラウンとか、ええ、まあ、その他いろんな、ええ、ミュージシャンいらっしゃいますけど、かなり理論的です、演奏は。 もうかなり理論中の理論をいかにこう、理論をこううまく解釈してこう広げていくかっていう形であって、どちらかというと適当にガーって吹いて演奏してるって感じではないんですね。ものすごく丁寧にハーモニーに対してこの音を使ってこの音を使ってっていうのを、ルールをものすごく細かく守りながらじ、ま、まるで本当に自由にローロード歌ってるように演奏するっていうのが、ま、要は競争をしていたって感じなんですよ。 で、フリージャーズっていうのが出てきます。オーネットコルマンっていう人がまあ出てくるんですけど、そういう人がやり始めたのは、これはですね、ちょうど、あの、マーチヌーサー・キング牧師の、えぇ、ー、アイハバードリームの、まあ演説があったじゃないですか。あの時って、まあ、バスボーイコット事件っていうのがあって、まあ、まあ黒人の差別、最近もちょっとありましたけどね、黒人がこう、ね、あの、打たれたっていうやつがありましたけど、あの、黒人の差別に対して、 まあ、やっぱりこう、黒人が、やっぱりこう、白人からこう、なんて言うんですかね、自分たちは独立したい。ろんね、奴隷解放生成されて、平等だって言ってるんだけど、平等じゃないわけじゃないですか。そこで、こう、こういったものが、こう、起こってきた中で、黒人っていうのは自分たちの要は文化っていうものを、やっぱものすごくこう、 ね、俺たちはす、その、俺たちが築き上げてきた文化をっていうものをやっぱ頼りにしていくわけですよ。そこで、こう、ジャズっていうのが一つの、まあ、旗揚げのなんか元になったんですね。ハーモニーからの自由っていうことを求め始めたわけですね。で、フリージャズって言うと結構皆さん、僕もそうだったんですけど、最初、ウラーってやってリズムも何もかもフリーで適当にやってるみたいな感じになるってると思うんですけど、 オネットがやり始めた最初のフリージャズって言われてるやつはですね、まあ普通にフォーマットはちゃんとしてるんですよ。メロディーもちゃんとあって。で、ここのアドリブの部分だけが、こう。 全然こう突拍子もない音を使うというか、もう本当に耳でかっこいいなって感じた音を、それを演奏していくっていう。今までの西洋理論関係なく、いわゆるそのビバップ時代でやってた理論関係なく、ハーモニーに対してこうやってこうやってこうやってやると音がハマるよねっていう風な感じじゃなくて、もうかっこよかったらもうこうズバズバズバって言ってもいいじゃん。最初に言ったみたいにこう、俺のキックはすげえんだみたいなルールなんか知らねえぞーみたいな感じでやるわけですよ。でその、 ちゃんとフォーマットあるんですね。しっかりこう、メロディーとか長かったりとかして、こうしっかりあるけど、ここのフリーの部分っていうのは、今までの人がやったことのない、しかも自分がかっこいいと思う音を見つけていくわけです。ところがこれ、まあ、結構難しいと思うんですね。逆に同じ感じになっちゃうから、これものすごく難しいんですけど、適当にやれば同じ感じのサウンドにはなるんですけど、結局同じサウンドだったらあんまり意味はないわけで。 えー、フリージャズっていうのはこういうふうにハーモニーからの下脱これは社会的理由があったんですね。リズムはもうジャズっていうのは黒人独特の、これはもう誰も、誰もがもうその時分かっていたことなんですよ。こう新しいことを黒人がやり始めた。でもハーモニーは西洋音楽の音で白人が作ったものでしょって言われちゃうわけですよ。だからハーモニーを 白人が作ったハーモニーを破壊して独自にすれば、すべてがジャズっていうのは黒人だけが生み出したものになるじゃないですか。そういう意味合いがあって、こう、この、要は、こういった黒人差別問題で、こう、このね、この盛り上がってるところでですね、そこにこれがこう旗揚げとしてあったわけですごく盛り上がったわけなんですね。で、今はもうそういったこうフリーな、 要素とか、こう、ものすごく理論的な要素とか全部混ざって演奏するんですけど、やっぱり情熱だけでは伝わらないことが多いと思うんですね。 情熱だけでこう、俺はこう思ってる、俺はこう思ってるって言っても、賛同してもらえなきゃ意味がないし、やっぱり何か他人と協調できるものがなければ、あんまりこう人に伝わらないと思うんですね。で、もう俺はサッカーが好きなんだむちゃくちゃ好きなんだ情熱は認める。でも、ルールは俺は守りたくない俺だから俺だからって言われても、それはサッカー好きなのって思っちゃったりするわけじゃないですか。だからジャズで、俺はもう、その、好きな音ばーってくるこれがジャズだって言われても、いや、ジャズはちゃんとルールがいっぱいあって、 本当にそれジャズ好きなのって思ったりしますね。僕はね。だからやっぱりルールがちゃんとある上で、こういうことができるようになった、こういうことができるようになった。これはもうね、アメリカに行って、もう一線の、えー、今のカートとかね、えー、ブラッドメルドさんとお話しさせてもらったけど、こういうことが、俺は、こういうハーモニーの上にこういうハーモニーを乗せれることができるようになったって、ちゃんとお話ししてますしね。絵画でもダリとかがこう、騙し絵みたいな、こういうのをやってこういう表現ができるようになったっていう風な、こう、 やっぱりこう、表現方法を増やしていくので、こういうリズムにこういうリズムを乗せれるようになったとか、こういうハーモニーにこういうハーモに乗せれるようになったとか、そういったものはマイルスの時代からもう散々お話しされてるんですね。マイルス・デベスってかなり理知的で、かなり規則的なんですよ。あの人ってものすごい、やーってやってる感じがしますけど、特にあの、トニー・ウィリアムスの入った第2期、えー、マイルス・クインテッドのあたりとかは、あの、やっぱ主義で残ってますけど、 あの、トニーとか、ハービーとか、その時やっぱり流行ってた、やっぱフリフィージャーズがやりたかったんで、ここもう、フォームとかめちゃくちゃにして、結構やってたんですって。だから、フォーム、まあ、フォームも結構めちゃくちゃにする、してやるのが楽しかったみたいで。そうするとマイルスが必ずやってきて、いや、下地に、ちゃんと、ちゃんと下地に、こう、規則が見えてないと、 だただのデタラメになるから、絶対それは俺の前ではするなっていうふうに言われて、結構フラストレーション溜まってて、他では結構フリーのアルバム作ったりしてるんですけど、まあ、それどっちがいいかってわけ,わけじゃないですけど、マイルスは、ああやって見えて、かなりちゃんとこう、ものすごく数学的というか、ものすごく理知的に考えた上にあれを積み上げてる感じなんですね。なので、情熱だけでやっぱり長くは続かない。要はその、 ただキックが速いだけっていうのをおーすげえなーって思うんですけど、やっぱりそれ見てるだけではだし、やっぱドラムもそうです。音量がバーってでかいと、最初、おって思うんですけど、これって1分経つと、もう普通になっちゃうんですよ。なのでやっぱ上げたり下げたり、何かとの距離感があったりとかしなきゃいけないと僕は思うんですね。で理論だけではまた逆に感動に至らない。こうやってこうやってこうやってやったら、マイルスの音になるじゃん。でもそれじゃあちょっと違うんですね。やっぱ音色も違うだろうし、やっぱりその、 やっぱりね、誰が喋るかなんですよね、結局ね。こういう、なんかセミナーとか僕もたくさん受けるんですけど、ビジネスセミナーとか、それ以外のセミナーとかいろんなことを受けるんですけど、結局同じこと言ってても、誰が喋るかによっては、もう落とし込みだから全然違うんで、マイルスなんか多分音がパって鳴った瞬間にみんながビビったっていうぐらいですから、多分音色とか情熱がめちゃくちゃ強い上に理論の上に成り立ってるからすごかったんだと思うんですね。 で、やっぱりどちらもうまく共存できるのが素晴らしいんではないかなと思います。だから、えどっちが先でもいいと思うんです。荒削りなところから始まって、で、そこからこう生成されていって、やっぱり理論的なものも見、で、理論だけで言っても結局それだけだとこうどうしてもこじんまりしちゃうんで、そこからやっぱある程度こう、もっと自由に抜けれる自分っていうものっていうのがやっぱり必要なんじゃないかなっていうふうに思います。 なので、ブルージャイアントの漫画ではですね、主人公のダイ君っていうサックスを振る子がですね、まあ情熱が先でですね、途中でバークリーに卒業して帰ってきたユイさんに、まあ、理論を教わるわけですね。ひたすらそのスケールっていうのを教わって、もっとちゃんとこう、お前はもう縦軸、要は多分有名な人の演奏と、で自分のオリジナリティを練習してて、多分それとそれの半分をすごい吹き続けてやってるのはすげえなと。 ただ、やっぱり人と寄り添ってやるためには、やっぱりまずその軸を見る。だからこの G っていう音を覚えろ。これがお前の座標の中心になるんだ。そこからいろいろ距離感を覚えるんだぞって教えてもらったり、スケールを教えてもらったりとかして、ひたすらその理論を教わっていって、彼がどんどんどん,どんまとまっていって、有名になっていくとい素晴らしいこうミュージシャンになっていくっていうお話なんですがまあメンターとしてのユイさんっていう人に出会うっていうことなんですけど、まあこういうとこかっこいいですよね。ただね、コルトレーンってもうグワーって吹いてるイメージがあるんですけど、まあマイルズバンドから、 まあかなり構築されてフリーに進んでいくんですよ。だからマイルスバンドの時はもうかなり理知的な音使いをしているので、ものすごくこうコードに対してこの音を使ってその間にこれを入れて、ここにはこれをこれをしてて全部説明できるような綺麗な音使いをしていて、そこからどん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 こうフリーになって、あーっていう音の音楽になっていくんですけど、まあ多分イメージするものがあり、えー、ものすごくこう、なんていうのかな。 このパワーとそのグルーブとそういったものの中でこう積み上げてきてドカーンってなるところが彼にとってすごい必要だったっていうのね。これ、えー、コルトレンさんのあの本で書いてありましたけど、そういったところをやっぱりやってるんだなっていう感じがしますね。で、まあどっちから進んでっても、要は荒削りなとこから進んでっても、理論から進んでってもどっちからでもありだけど、やっぱり両方競争しないと、やっぱり 情熱だけでは空回りしちゃうよねっていうのが、まあ僕なりの、えー、僕なりのですよ。僕なりの,の結論だと思うんですね。だから、こう演奏してて、これができるんだなったらあれができるなっって、やっぱり楽しいことなので、それをやっぱりね、こう、音楽はそういう風じゃねえんだっていう風に言っていただけるんですけど、いや、それももちろん情熱は大事だって分かってるんですよ。分かってる上で、やっぱりその上で、やっぱりちゃんとこう規則的でこう積み上げていくっていうものも、両方やっぱ勉強しているので、そういったところの人のですね、若い人に対して、まあ、 目を摘んでいただきたくないなって思ったりしますね。だってそう。このできなかったことができるようになって楽しいんですよ。やっぱり音楽ってね。 その、ただそれだけじゃダメなんですよね。だから、ケイコンディーさんが言ってたみたいに、音がシュラバをくぐらないと、結局、相手には伝わんないんだよって。実際に僕も、あこのフレーズできるようになったと思って演奏で使ってきたら、うわ、音弱みたいな。全然ハマんねえし、全然こう歌い切れてねえ、みたいな感じになりますね。だから、この間あの、モザンビーケっていうリズムをですね、ガットのリズムをこう練習して、全然できなくて、この間使ってみたら、もう全然ハマらなくて、一小節でやめましたけど、あのー、やっぱりこう、 本気で、こう、プロとして、こう、情熱もちゃんと相手に伝えるような状態で、相手にこう、こう、提供できるようになるまでには、やっぱりその、ただ何ができたっていうだけじゃなくて、そこからさらにさらに時間がかかっていくのもそれも分かった上でやってるので、そこら辺を、ぜひ一緒に応援していただければ、えジャズってね、こう、できなくなってる人ができるようになっていくわけだから。あの、ブルージャイアントでも書いてましたけど、 君がどんどん上手くなっていくのを、ね、ドラムのあの大工の友達がドラムやるんですけど、君が上手くなっていくのを見ているのがすごく楽しいんだっていう。ジャズのすごいとこそこなんですよね。だからこう、その、今上手くなくてもその人がどんどんどん,どん上手くなっていくところっていうのを、やっぱりこう、応援してくれる人がいるっていうのは、それはものすごくいいことで、ものすごいことだと思うんですよ。だからこう、えー、昔ね、 森山武雄さんのバンドで、もうね、まあレジェンドですよ。素晴らしい。僕もロミアさんのドラム大好きでね、あの叩いてるところ以外に音がいっぱい聞こえるのはすごいと思うんですけど、森山武雄さんのバンドに、佐山さんが虎で入った時に、とにかくデタラメをやれって言われたらしいんですねで。とにかく2時間デタラメをやれと。ずーっとデタラメやって、音がアーってやっていくんですけど、最初は楽しいんですって。でも10分くらいするとやっぱ飽きるんですって。だから、なんか相手との距離感を保つための何か法則を見つけ出せようとして、 瞬間キラッキラッキラッってひらめくシーンがあるんですって。それをやってる。どっちかっていうと荒削りの方からの音楽の作り方だけど、それを見に来てくれて、こう一生懸命そのきらめきを一緒にこう探してくれるお客さんがいたものすごくいい時代だったんだよ。これすごくいい言葉じゃないですか。デタラメからでも音楽っていうのはスタートするし、みたいな。まあ実際森山さんデタラメやってるわけじゃないんですけど、その、まあ、 イメージ的には多分そこから作り上げたいっていうことなんですね。森山さんはすごく頭のいい人なんで、えー、そういう、そういうこう、パワーをそこから貯めて俺が包んでやるっていうところでそういう発言はされたんだと思うんですけど、そういうのもやっぱあると思うんですね。なので、こう、上手くなっていくっていうところに対してこう応援してくれる人がいてっていい音楽とお客さんの関係じゃないですか、みたいなね。そういったね、えー、こう、 関係でやっていけたら最高だな、見守っていただけたいな、というふうに思ったりします。まあちょっと、ちょっとこっちからすると勝手なお願いかもしれませんが。というわけで、えー、まあ僕はやっぱりこう練習とかこういうね、こういうできなかったらできるようなのがすごい好きなんで、だからこう YouTube とかでもこんなフレーズできなかったこんなフレーズとか言っていっぱい紹介してますけど、別にまあ音楽がそこだけじゃないっていうふうなところもちゃんと ね、理解をしてるつもりではいます。ただね、あの、僕のドラムに対して何も感じない人もたくさんいらっしゃるまと思いますし、僕の音楽に対してすごく感動していただける方も、まあ、ありがたいことにね、えー、ライブの後にいつもメールをいただいたりするね、ことが初めて見に来ましたっていうことで、メールをわざわざ探してきていただくことが結構よくあるので、まあ、ありがたいことだなとは思っております。 がえー、もちろん、えー、僕がそんなに世界的にすごいドラマだとかもう,もう普通とも思わずまだまだこう精進しなきゃいけないな。でもその到達することにも僕はこう向かっていく。 ところが僕は一番楽しいで到達しちゃったらなんかつまんなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。だから下手でよかったみたいな感じでよく思いますね。ということで、えー、情熱だけではやっぱ空回りしちゃうんですが、頭で考える。でもそれだけでも空回りしちゃう。情熱だけでは空回り。理論だけでも空回りということですね。両方うまく共存できるといいなと思っております。えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした